い、こんにちは、竹村です。今日はダブルアレックスのオイル交換やろうかなってちょっと準備してたんですけれども、そこにちょっとガルフのエンジンオイルと、エレメント置いてあるんですけれども、よう考えたらこの間リペアショップいぶきでオイル交換やってもらって、まだ3ヶ月しか経ってなくて、ただね、エレメントがね、もうそろそろ1年目になるんですよね。だからエレメント交換したいから、オイル交換もついでにやっちゃおうかなって、思ったんですけれども、今2月でしょ。これちょっとガルフのエンジンオイルだいぶ前に買って、ちょっとそのまま忘れてたみたいな5リッターあるんですけれども、エレメント交換するときにガルフ入れようと思って忘れてました15度分の50やから夏場にはいいんですけどね、100% 化学合成オイルですかね、PAO とエステルのみです。で、今2月でしょう。だから、半年ごとの交換やからで、2、3、4、5、6、7、8月にまたエンジンオイル交換せなあかんなってくるから、あの8月の炎天下でちょっとエンジンオイル交換はできへんから、まあこの間いぶきさんところでオイル交換したかしてから3ヶ月、エレメントそんなにね距離乗ってないから、エレメントも交換せんでいけんちゃうかなって交換した方がええんですけどね、1年で、まあまあ距離乗ってないから、まあもうちょっと粘ろうかな的な。だから来月の暮れ、末に3月末にオイル交換、メガシャキいっぱい余ってしまったんですよ、新潟行く時に飲もう思って。でも全然いらなかった。誰かいる人言ってください、差し上げます。新潟行く時に、あ、じゃあ、3月末に交換したら、4、5、6、7、8、9、9月の末交換やから、まだ9月の末やったらまだマシかな思って、ちょっと延期します。オイルがちょっと汚れてたら、まあ今日ちょっと交換してしまう感じですかね。ちょっとオイルがちょっとあれか、点検してみます。バッテリーは要充電、うわ赤になってますやん。え、なんで、え、あ、ちゃうちゃう、大丈夫ですね。ブルー、赤でブルー、真ん中赤は OK なんですね。 OK です。あんまり乗ってないからバッテリーもねちょっとやばいんかな思って。風がね冷たいです。多分ですね、新潟往復1200キロ、1300キロか、しただけでなので、オイル的にはね多分汚れてはないと思うんですよ。なんでこんなペース食べたな。微妙か、真っ黒ではないけど、来月ぐらいまではいけそうですけどね。そんなには汚れてない。量的にはドンピシャですね、汚れ具合。うん、そんなめちゃめちゃは汚れてないですね。まだ綺麗法やと思います。まだ変えて3ヶ月経ってないからこんなもんですね。うん、来月末にしましょう。9月末に交換やったら全然体的にも耐えられるかなみたいな。な、真夏はオイル交換ちょっとダメですね。やっぱり怖い。オイル交換して、熱中症で死ぬかもわからないね。今日はすいません、以上です。ですね、メガシャキが2本と、ミミンダハが2本ずつ余ってます。ですね、割にね、言いに来ると思うんですけれども、あと、そうですね、どっちが効くんか言うたら、ミミンダハも絶対効くと思うんですけど、こっちのメガシャキ、九州行った時は、メガシャキで、眠気、飛ばすことができました。基本的に多分メガシャキの方がよう効くと思うんですけれども、誰か入り用の方いらっしゃったら差し上げますんで、それでは、今日は簡単なんですけれども、あ、なんか画像乱れた、失礼させていただきたいと思います。